デート、恋とはどんなものかしらは、2015年1月19日から3月23日まで、毎週月曜日21時から21時54分に、フジテレビ系の月9枠で放送された、日本のテレビドラマである。古沢良太脚本によるオリジナル作品。本作は、恋愛力ゼロ、恋愛感情ゼロの、どこか欠点のある男女が織り成す恋愛ドラマである。 ドラマの舞台は横浜市を中心に展開される。主演のアンズは月9枠では本作が初出演かつ初主演で、共演の長谷川博美も本作が月9初出演となる。同年9月28日にスペシャルドラマデート恋とはどんなものかしら2015回等が放送された。2016年に中国で各明ら東の主演で、 リメイク版ドラマが制作された。内閣府の研究所で働く矢部したより子は、父親から見合いを勧められる。しかし、恋愛経験がなく、結婚は相手との契約と捉えるより子は、ことごとく見合いに失敗し、結婚相談所に登録。一方、自身を高等有民と称する谷口匠は、女性と新しく出会うことで働く意欲を持ってほしいと願う。 幼馴染みの島田総太郎によって、勝手に結婚相談所に登録させられる。より子は、匠のプロフィールに記載してある身長や、青年月日などの数字が全て素数で構成されている、ことに興味を持ち、デートをすることになる。恋愛感情のない理念だけの交際と割り切り、さらにより子に思いを寄せるわしを豊か、総太郎の妹、島田香織が割り込み資格関係となってしまうが、 二人は、不器用ながら、互いに気になる間柄となっていく。キャスト横括弧内の話数は初登場回以外の、出演会。第1話第2話第3話、第5話第6話、第8話最終話スペシャル、デート、恋とはどんなものかしら脚本、電子書籍2021年5月1日発売2017年2月21日から、中国の当人誌品にて配信された。 日本未公開。デート、恋とはどんなものかしら2015か人に関するカテゴリー。約海恋 IQ 強勢10に関するカテゴリー。ありがとうございます。